やばい。おっと。壊れてこなかった？やっべー。こんにちは、皆さん。テビチャンネルのテビです。いつも動画を見てくれてありがとう。今日はですね、日本刀対ピストルの弾のビデオを見ていきます。前のビデオを見た日本の侍が野球のボールがカットしました。これはめっちゃかっこいいだった。今回はどうになるかな？楽しみです。では見ていきましょう。はい、皆さん、行きましょう。OK。日本刀とピストル。日本刀とピストル。対決したら、すごい会長も居合をされるというふうに伺ったんですけど、うん、じゃあ刀を持ってるし、刀を持ってます、ピストルも持ってる、ピストルも持ってる見た目苦しいね。どうやってやるんですか？もう本当に今回のは誰が使ってというわけではなくて、単純に日本刀とピストル、これでもやり方難しいですよ。本当に弾が出なきゃ、はい、ダメだし、はい、まさかそんなことはやれないって、うん、日本でできないですよね。うん、まあ光線が出るとかなんとかでやるんでしょうね。うんうん、日本ではまあできませんわな。え？できませんわな。行ってまいりました。あら。銃を使ってもいい国。またまた、はい。それでは見ていただきましょう。こちらが確認の VTR です。はい、見てみましょう。日本刀といえば平安時代末期から伝わる日本独自の製法で鍛え上げられた刀。一方ピストルといえば火薬によって鉛の弾を高速で発射する近代を代表する武器であるが、対決させたらどちらが勝つのか。武器に詳しい兵器研究家佐伯信夫さんに聞いてみた。それは試したことがないので分かりませんね。この場合どちらが優れた武器なのかを競うためには、固定された日本刀に向かってピストルを撃ちます。日本刀が折れたりすればピストルの勝ち、弾が2つに割れれば日本刀の勝ち、という方法がいいと思います。つまり純粋に刀の強度と弾の強度、実際にやってみた。手つけんじゃなきゃ無理じゃないの。まずは日本刀を作っていただくため、刀鍛冶小田九段さんのもとへめっちゃアニメのマスターみたい。まあ切れると思うけど、まあやってみなきゃ分かんないよ、ね。刀鍛冶は切れると、まあ自信があります。今回は一般的な日本刀で勝負を挑むため、販売価格の平均値である90万円程度のものを作っていただくことに。実験のために。そして完成したのがこちら。刃渡り66センチの日本刀九段でピストルに挑む。対するピストルを求めアメリカ・ロサンゼルスへ。もちろんアメリカはどこでも買ってできる。今回の対決で最もふさわしいピストルをガンショップのオーナーエミットさんに聞いてみた。 It is the Colt government model. It is in the powerful 45 caliber, and I believe it will defeat the Japanese sword. Let's see. こちらがコルト1911のガバメントモデル。圧倒的なパワーと耐久性が評価され、アメリカの軍隊や警察でも採用されていたピストルである。ホリウッド。そして日本刀も海を渡りアメリカへ。決戦の舞台はロサンゼルス郊外の室内射撃場。日本刀は命中した時の衝撃が分散しないようしっかりと柄の部分から固定し、ピストルは1ミリ単位の正確性を求め銃器射撃装置で標準を合わせ日本刀を狙うことに。距離は弾のスピードが落ちない5メートル地点に日本刀を置き、最も強度の強い刀身の真ん中を狙う。日本刀の後ろには弾道を確かめられるよう白紙を設置し、通常の400倍の速度で収録できるスローカメラで激突の瞬間を確認することに。刃物の中では最高の完成度を誇ると言われる日本刀。これでいいでしょう。負けるわけにはいきませんからね。時速900キロを超
超える鉛の弾を放つコルトガバメント。うわー、緊張してる。I'm sure my cult will break the Japanese sword in pieces. 果たして勝つのは日本刀かトルか。ちょっと負けたくないねこれ。3, 2, 1, fire! どうした？やばい！壊れてこなかった？やっべー！白髪に穴は2つ開いている。それではスローカメラの映像をご覧ください。これはやばくない？触ったね。あー、うおー、ボレットが2個ピスになりました。これはやばすぎる、信じられない。見える、今見えるけど信じてるか皆さん、すごい。何これ、弾は真っ二つに割れていた。硬いな刀。一方、日本刀に刃こぼれはあるのか。刃こぼれもしておりませんね。ここが弾が当たった後でね、鉛がこびりついてるでしょ。刃こぼれしておりません。めっちゃやばいこれ。日本刀に刃こぼれはなし。すごい、あの小さいな、あれもないね、壊れてるものもないね。刃が二つに割れて刃こぼれがないため日本刀の勝利。やばい、まあ、日本刀ってこんなもんじゃないですか。弾なんてね、目じゃないですよ。目じゃないです。こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた。すごいな。日本刀とピストル。ピストルは負けたよ。日本刀が勝つ。日本刀が勝ちました。めっちゃすごかったこれ皆さん、すっごくびっくりした。皆さん本当にすごかった、これ信じられない。まだあのブレットはアイロンですね。これがすごく、アイロンがめちゃ硬い。そして刀が It's very thin, it looks very weak けどすごく強かったね。 Even bullet when he threw it to the katana, it's like a cut and split it too and went in different ways. めちゃくちゃびっくりした。 最初の時はもちろん私はあの刀で自信がありました。でもまだめちゃくちゃ心配だった。でもこれはめちゃやばかった。本当にまだまだ信じられない。 I said already so many times けど本当にこんな感じです。そして That means that アニメの見る時は People who is using刀 and what they are cutting in anime、 あの普通の人生でもこれはできるですね。 So they are not using any lighter。 例えば鬼滅の刃の、エピソードにありがったね、炭治郎さんがめちゃくちゃ大きなロックがあの半分でカットしたね、 with a single katana。 そしてこれは多分人生でもできるですね。もちろんそんなでかいはないけど、 at least stone もできる、野球のボールもカットした、 very small ボールもカットした、ブレットもカットした、刀は全部カットする。すごいな、刀は強すぎた。よかった、私も嬉しいです。では最後まで見てくれてありがとう。次のビデオでお会いしましょう。またね。まだこんなタイプのかっこいいなビデオがあったらコメントでおすすめしてください。